尖閣諸島。尖閣諸島は、東、シナ海の南西部にある、島諸群。石垣島北方約130、150キロメートルの、北緯25度43分から56分、東計123度27分から124度34分の海域に点在する。尖閣列島とも言う。日本が、実効支配しており、中華人民共和国及び、 中華民国がそれぞれ領有権を主張している。尖閣諸島及び尖閣列島は日本における故障であり、中国では長魚群島あるいは長魚島及びその付属当初、台湾では長魚大列所と呼ばれている。尖閣諸島は、魚釣島、北小島、南小島、久熊島、大正島、沖の北体は、沖の南は、ヒセなどで構成される。 総面積は約 5.56km。戦前には日本人居住者がいた時期もあったが、1940年、昭和15年頃以降はいずれも無人島となっている。主な島と岩礁は以下の通り、面積と最高標高はそれぞれ沖縄県と海上自衛隊が作成した資料による。中国、台湾名はそれぞれ日本の新自体表記に変換してある。なお 2012年、平成24年1月16日、日本政府は、排他的経済水域、EEZ の起点となるにもかかわらず名称が、不明であった離島について、地元自治体などに故障を紹介した上で、同年3月末までに命名する方針を示し、3月2日には、名称が決定した。この中には、尖閣諸島近海の4島が含まれており、 この内久場島付近にある3島は、北西小島、北小島、北東小島、大正島付近にある1島は、北小島と名付けられた。この結果、本諸島には、計3つの北小島が存在することになった。尖閣諸島の名称は、日本政府からこの島を無償対応された、実業家の小賀達志郎の依頼により、1900年、 明治33年5月に当地を調査した高知県出身の教師、黒岩久氏が命名したもので、島の尖っている形状とイギリス海軍水路市にあるッピナクロ・アイロンズの威約に由来する。沖縄方言ではユクン、ゆくんクバ島、八重山方言では、イーぐんクバ島と呼ばれていた。ゆくん及び、イーぐんは、魚釣り島を指しており、 尖閣諸島の主要な島である魚釣島とクバ島を合わせた名称である。なお、ユクンは、魚、イーグは、森、クバは、ビロウという意味である。日本政府の立場からは、尖閣諸島は沖縄県石垣市に属する島であり、地石を有している。尖閣諸島の所在地は、 沖縄県石垣市との城2390番地の2394番地である。石垣市では2017年平成29年11月29日に12月定例市議会に尖閣諸島の字をとの城からとの城尖閣に変更する議案を上提する方針を固めたものの手続き上の問題を理由として議案上提を翌年以降に先送りしている。 アザメ変更について中国外務省の高層報道官は2017年平成29年12月4日の記者会見で日本側がどのようなインチキをやろうと長魚島尖閣諸島の中国側名称が中国に属している事実変えることはできないと反発している台湾では長魚大列書中国では 長魚群島あるいは長魚島及びその付属島所などと呼ばれる。琉球諸島西方の東シナ海、沖縄トラフの西側に位置する。ここはユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んでおり、尖閣諸島は沖縄島から年々その距離が離れている。南西諸島からユーラシア大陸に続く大陸方の上にある。地質は火山性であり、 岩盤がむき出しになっている。水源、火星や故障はない。農業に不適なことから定住者はいないが、第二次世界大戦前の一時期、日本人が開拓者にちなんだ通称、小賀村集落を形成し、200人余りが生活していた。その後経済的理由により放棄された。また、大戦末期に石垣島から台湾へ民間人を疎開させる途中に遭難た。 民間船が漂着し、救助されるまでに50人以上が、飢餓などで犠牲になる、尖閣諸島戦時遭難事件が発生している。付近海域は、工業場であるためそれを餌とする大量の海鳥の生息地となっている。特に絶滅危惧種のアホウドリ、1953年8月1日から4日に行われた、コーラ鉄尾琉球大学助教授。 宮城本助女教授と琉球大学学生11人の尖閣諸島学術調査団による尖閣諸島調査において尖閣諸島北小島でアホードリカズワの生息を非公式に確認。その後、1971年4月1日に池原貞夫琉球大学教授ら琉球大学学術調査団が尖閣諸島南小島でアホードリ12羽が生息していることを公式に確認。 や、クローアシアホードリ。鳥、1970年12月10日に、九州、長崎大学合同学術調査団は、尖閣諸島北小島でクローアシアホードリカ数ワを発見。1971年に、池原貞夫琉球大学教授ら、琉球大学学術調査団が、尖閣諸島北小島でクローアシアホードリ6話の生息を確認、の繁殖地となっている。沖縄県が、 アメリカ軍に占領され、日本政府が主権を行使できなかった1960年代には、尖閣諸島に大量の台湾人漁民が不法入域していたため、1963年、昭和38年5月15日から18日に行われた琉球大学のコーラ哲夫教授らによる第4次調査で100万羽以上の海鳥が生息することを確認していたが、1968年、 昭和43年7月7日から9日に行われた第五次調査では、小島のカツオドリが20万羽から1万羽、北小島のセグロアジサシは50万羽から10万羽に激減していた。これは、台湾漁民が不法操業のついでに上陸し、海鳥や卵を大量に集奪していたからである。その後も台湾漁民による不法上陸が報告されているが、 現在では上陸そのものが厳しく制限されており、保護されているため、元の海鳥の楽園となっている。日本政府の公式見解は、尖閣諸島の返入手続きは、国際法でいう、前線の法理手順を満たしており、この領域に領有権問題は存在しないというものであるが、中国政府や台湾政府は、百七十一年以降から領有権を主張して、 領有権問題が存在すると主張している。日本の行政区分では沖縄県石垣市に属するが台湾はギラ蘭県に属すと主張している。尖閣諸島周辺海域では2005年の沖縄近海における台湾漁船の抗議行動や尖閣諸島中国漁船衝突事件のように実行支配する日本と領有権を主張する台湾。 中国側との間で不法操業や不法越境、上陸を伴う国際問題がしばしば発生している。また、尖閣諸島の諸問題をめぐって、両国民の間で2010年、尖閣諸島抗議デモや2012年の中国における反日活動等のデモ活動を繰り返されている。さらに、2012年9月の日本政府による尖閣諸島国有開港。 中国の国家海洋局の監視船等の公船が尖閣諸島への領海侵犯を高頻度で繰り返しており中国政府機関の航空機が領空侵犯も行っている領海侵犯回数の詳細は尖閣諸島中国船領海侵犯事件を参照中国と台湾が領有権を主張し始めたのは1968年昭和43年に 尖閣諸島付近海底調査で石油や天然ガスなどの大量地下資源埋蔵の可能性が確認されて以降である。日本政府は1885年、明治18年以降、沖縄県当局等を通じて尖閣諸島の現地調査を幾度も行い、無人島であるだけでなく、新国を含むいずれの国にも属していない土地、無敷地であることを自由に確認し、 1895年、明治28年1月14日に、閣議決定を行い、日本の領土、沖縄県に編入した。一連の手続きについて、日本政府は、戦線の法理という国際法で認められる、領有権取得の方法にいたするものと説明している。1896年、沖縄の軍政施行により、ウオツ島と久バ島は、間もなく、八重山軍に編入され、 北小島、南小島と共に国有地に指定され地盤が設定された。同年9月、日本政府は実業家の小型津市郎に対して、魚釣島、熊島、北小島及び南小島を30年間無償で対応することとし、無償対応期間終了後は1年契約の有償対応に改めた。1932年に4島は小型津市郎の死死である。 小賀義嗣に払い下げられ、私有地となった。小賀親子は、アホードリの羽毛の採取、グアの海鳥糞の採掘、カツオ漁業、カツオ節の製造等の事業を経営し、1909年には248人、99個の日本人が居住していた。しかし、1940年、昭和15年頃に、小賀義嗣が尖閣諸島での事業を撤退し、 居住していた人々も退去して、再び無人島となった。戦前には、以上のような民間人の事業活動のほか、国の機関や沖縄県による資源調査、地形調査等が実施され、尖閣諸島に対する日本の友好なしが継続していた。1945年、第二次世界大戦での日本の敗戦により、尖閣諸島を含む、 南西諸島は米軍の直接管理下に置かれ、後、サンフランシスコ平和条約で日本は独立を回復したが、同条約第3条によって、尖閣諸島を含む北緯29度以南の南西諸島は引き続き、米国の施政下に置かれることとなった。その後、沖縄返還協定に基づき、1972年5月に沖縄の一部として、 尖閣諸島の市政権日本に返還された。1978年、昭和53年に政治団体日本青年社が、魚釣り島に施設灯台を建設し、保守管理してきた。日本国政府からの灯台を正式に変えずに記載し、今後は国が灯台の管理をしていきたいとの申し出より、2005年、平成17年2月に、灯台は国に譲渡され、 海上保安庁によって、魚釣り島灯台として管理されている。その他、北小島にも灯台がある。中曽根内閣、1982年から1987年の際に、海上保安庁は、魚釣り島に仮設ヘリポートを設置し、これに対して、中国政府は抗議していた。現在、このヘリポートは撤去されている。中国人の不法侵入を受けヘリポートを常に、 使えるようにしないのかとの民主党の松原人氏の質問に対し、小泉内閣の杉浦政権、内閣官房副長官は必要性や保守日の観点から必要性がないと答弁している。2000年、平成12年には、魚釣り島に尖閣神社が建立された。また、尖閣諸島防衛協会により、日本国旗の石踏みが設置された。 尖閣諸島を開拓したのは、福岡県八女市出身の実業家、小賀達志郎であった。1870年代後半に、沖縄に渡り、高級ボタン用の夜行街の輸出で富を成した小賀は、東、シナ海の島の開拓にも乗り出し、1895年、明治28年に、政府から尖閣諸島を30年間の期限付きで無償対応され、 鰹節工場やアホウドリの羽の加工場を設けた。この当時の尖閣諸島には、一時は280名、余りの島民が暮らしていた。1932年、昭和7年に、長男義継に払い下げとなり、第二次世界大戦中の1940年代、前半に事業中止に伴い無人となる。その後、妻が所有し、1970年代に、 埼玉県内の信仰のあった人物に売却した。魚釣島、北小島、南小島の3島は国有化前の2002年、平成14年から日本国総務省が埼玉県在住の地権者と賃借契約を締結していた。2012年、平成24年9月11日、日本政府は魚釣島、北小島及び南小島の3島を 埼玉県在住の地権者から購入し、日本国への所有権移転登記を完了した。これによって、私有地は、クバ島のみとなった。尖閣諸島付近一帯の採掘工業権については、所有者とは別に、当実コスモ石油、アラビア石油の出資会社である、ウルマ資源開発株式会社が設定している。なお、日本政府は、 尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理のためという政府のウ釣ツリ島等の沈着の目的に照らして原則として政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針とっている。在沖縄米軍は1950年代から久バ島及び大正島に砂漠劇場を設置し沖縄返還交渉の際の日米両国政府間の了解に従い 沖縄返還後も、日米地位協定第2条 1A に規定する施設、区域として引いて、米軍提供施設となっている。尖閣諸島には、現在も在日米海軍の訓練区域が残っているが、1979年以降は使用されていない。利用目的に合わせて、コビショレンジは、コビショガンレンジと命名されており、赤ビショレンジは、 赤美書元レンジと命名されている。清書社爆撃場及び赤尾書社爆撃場については、日米合同委員会における合意で、米軍がその水域を使用する場合は、原則として15日前までに防衛省に通告することとなっているところ、1978年、昭和53年6月以降は、その通告がない。なお、地方公共団体職員等が、 清書諸者爆撃場及び赤尾諸者爆撃場への立ち入りを行おうとする場合には平成8年12月2日の合衆国の施設及び区域への立ち入り許可手続きについての日米合同委員会における意に定められている手続きに従って米軍の許可を得る必要がある台湾中華民国は1971年6月の外交部声明で公式に領有権を主張した 中国は1971年12月の外交部声明で公式に領有権を主張した。米国政府は尖閣諸島の領有権について最終的に判断する立場にないとしつつ、領有権をめぐる対立が存在するならば、関係当事者間の平和的解決を期待するとの中立的立場を示す一方、尖閣諸島は1972年の 沖縄返還以来日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条は、日本の施政下にある領域に適用されるとの見解を示している。毎日新聞2010年9月19日版をもとに、概要のみ記す。日本への返還直前の1972年4月14日、沖縄で郵便事業を行っていた琉球郵政庁は、記念切手、 海洋シリーズ第3週、海鳥と海と島を発行したが、これは尖閣諸島の南小島でアホウドリが羽を埋める風景を描いたものだという。これは、琉球遊生町が切手を発行権限があるうちに、尖閣は沖縄の島であることを主張する切手を残すためであった。公式には切手の題目は海鳥と題されているが、 これは領有権を主張し始めた中華民国政府に対する配慮からアメリカから発行中止命令を受けないためのカモフラージュであった。1971年に琉球大学の調査によりクロアシアホードリとアホードリが尖閣諸島に生息することが確認されたことから琉球郵政庁の切手発行担当者は原画担当者の足とみ明にアホードリを描くように指示。 調査団の説明からイメージを膨らませたという。このようにして、琉球の名で、尖閣諸島切手が発行された。また、担当者は、第一集の、夕日と島でも魚釣り島に沈む夕日にしようとも論み、写真撮影のため、原画期間を2週間にわたり、出張させたが、悪天候のため、尖閣諸島にたどり着けず、やむなくケラマの海と島に変更されたという。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。